コウモリであるとは、どのようなことか。コウモリであるとは、どのようなことかは、アメリカの哲学者、トマス・ネーゲルが1974年に発表した、哲学の論文、及び、同論文を収録した書籍である。ネーゲルはこの論文で、コウモリであるとは、どのようなことであるかを問うている。コウモリが、どのような主観的体験を持っているのかイコール、コウモリであるとは、 どのようなことかという問題は、コウモリの生態や神経系の構造を調査するといった客観的、物理主義的な方法論では、たどり着くことができない事実であり、意識の主観的な性質は、科学的な客観性の中には還元することができない問題であると主張した。この論文は、心身問題の中心が意識の主観的側面にあることを述べた有名な論文であり、兄弟の問いは、 よく知られた問い、または思考実験の一つとして、現代の心の哲学者たちの間で、しばしば議論に上る。この問いに関する一つの留意点は、ネーゲルが問うているのは、コウモリにとってコウモリであるとは、どのようなことかという点である。つまり、この問いは、人間が、例えばあなたが、人間としての脳だけを保ったまま、コウモリの体を得て、 コウモリの暮らしぶりをした場合にどう感じるかを通っているのではない。もし、あなたが人間としての脳だけを保ったまま、コウモリの手で持って、コウモリの生活をしてみたのなら、空を飛ぶことは怖い。けれどちょっぴり楽しいとか、昆虫を食べるだなんて気持ちが悪い。でも食べなきゃ死んじゃうとか、洞窟の天井にぶら下がって眠るなんて変な眠り方だ。落っこちないかな、などと思い至ることだろう。しかし、 ネーゲルが通っているのは、そうした人がコウモリになった場合の感情や印象、世界の捉え方ということではなく、コウモリにとってコウモリであるとは、どのようなことかである。つまり、コウモリの体とコウモリの脳を持った生物が、どのように世界を感じているのか、である。コウモリは反射した超音波によって、餌や壁を把握するコウモリの特質から、コウモリは口から超音波を発し、 その反響音をもとに周囲の状態を把握している。コウモリはこの反響音を一体見えるようにして感じ取るのか、それとも聞こえるようにして感じ取るのか、または全く違った風に感じているのか。ネーゲルが通っているのはこうしたコウモリ自身の主観的経験である。このようにコウモリの感じ方といったことを問うこと自体は容易にして可能ではある。 しかし結局のところ我々はその答え、コウモリであるとは、どのようなことかを知る術は、持ってはいない、とネーゲルは言う。ネーゲルが対象とする動物として、コウモリを選んだのには、コウモリが、哺乳類に属しており、系統樹の中である、程度人間に近い位置にある生物であること。とはいえ同時に、翼があったり超音波で周囲の状況を把握したりと、運動器官や、 感覚器官に関して人間とは距離のある生物であるためとしている。つまりあまり人間に近い生物だと問題を鮮やかに示すのが難しく、かといってこれ以上系統樹を下って進んでいく。そもそもそこに意識体験があるのかどうか疑念が出てくるという難点がある。そこでコウモリという中間的な距離の生物を選んだとしている。 この論文が持った重要な影響の一つとしては、意識の主観性の定義として、で、あるとは、どのようなことかという表現を用いた方法を有名にしたことがある。以下、論文の序盤で、ネーゲルが主観的な意識体験として、意識を定義している部分の文章である。おそらく意識体験は、宇宙全体にわたって、他の太陽系の他のもろもろの惑星上に、 我々には全く想像もつかないような無数の形態をとって生じているのである。しかし、その形態がどれほど多様であろうとも、ある生物がおよそ意識体験を持つという事実の意味は一定であり、それは根本的には、その生物であることは、そのようにあることであるようなその何かが存在するという意味なのである。意識体験という形態には、これ以上の意味が含まれているかもしれない。 生物の行動に関する意味さえ含まれているかもしれない。しかし根本的には、ある生物が意識を伴う心的諸状態を持つのは、その生物であることは、そのようにあることであるようなその何かが、しかもその生物にとって、そのようにあることであるようなその何かが、存在している場合であり、またその場合だけなのである。トマスネゲル、コウモリであるとは、どのようなことか、 長井糸志訳参考文献としては、下記の書籍を参照。ネーゲルの論文は1974年にザ・フィロソフィカルレビュー誌で発表された。その後、1979年に出版されたネーゲルの論文集モータルクエスチョンズの第12章に収録される。1989年には、長井糸志によって翻訳され、コウモリであるとは、 どのようなことかという書籍名で出版される。英語の論文自体はオンラインペーパーとしてネット上で閲覧できる。コウモリであるとはどのようなことかという論文はほんの15ページほどの簡潔な構成であり、ネーゲルの思考内容はその概要がごく簡素に示されているのみである。ネーゲルの主観性の問題に関する詳細な思考内容は 1986年に出版されたザ・ビュー・フロム・ノーウェアにて述べられている200ページを超えるこの書籍は中心を持たないどこからの眺めでもない視点である客観と今ここからの視点である主観との間の葛藤を扱っており その中で、であるとは、どのようなことかという題目が、この書籍の中では、頭の中のことという表現で還元されている。ネーゲルが、コウモリであるとは、どのようなことかについて、どういうことが言いたかったのかを考察することができる。ありがとうございます。